チャンネル。はい、こんにちは、サロメです。久しぶりの動画投稿になります。実はですね、今日で、ダイエットを始めて、1ヶ月、ちょうど1ヶ月なんですよ。ダイエットとね、同時進行でお酒も一緒にやめてるんですよ。で、もう1ヶ月まるまる飲んでません。これ本当ね、大きくてね、ダイエットよりもね、もうお酒を飲まずにいられるようになったっていうのがね、本当これ自分の中でも大きいんですよね、かなり。で、お酒をもう飲まないようになって、なんといってもね、今までお酒飲むと、まあ、寝つきよく なるって思ってたんですけど、お酒をね、飲みますと寝つきが、まあ、すぐ寝られるじゃないですか、お酒を飲むと。ただ眠りのね、質っていうのがもう悪くてね、夜中もう何度も起きちゃったり、トイレで起きちゃったりね、本当に疲れが取れないんですよね、お酒を飲んでるとね。それがね、今なくなりました。本当に朝がなんといっても爽やかに起きられて、本当に爽快なんですよ、朝がね。もう今までは本当にもう辛くて辛くてね、よしっつっても根性でやるぞってあれだったんですけど、今そういうのがなくなりました。自然体で、もう朝をね、迎えてもう昼に行けるような流れということで、本当大きい、これがね、大きいですね。あとなんといってもね、もう減量っていうのは結局焼いた自分の運動したカロリーと一日の消費カロリー、あと摂取カロリーですよね。それの結局プラスマイナスの足し算引き算でマイナスになってれば、まあ、痩せていくわけですけど、そのね、食事の制限、食事管理っていうのが本当にお酒もう飲まないね、お酒をやめてからね、食事の制限っていうのがもう自分で簡単に、コントロールできるようになりました。これでね、もう本当にでかいですね。で、肝心のですね、1ヶ月の結果というのはね、体重で、マイナス3キロで、ウエストがですね、84ぐらいあったんですけど、今70あれかな、今78ぐらいだったと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね、測ってみますね。ほら、だいたい今78だから、マイナス6センチですかね、マイナス6センチ。これでかいよね、本当に。だからこうやってね、1ヶ月で結果がしっかり出てくれるっていうことでね、まあ、運動量は正直、今までと変わってないんですよ。ずっと筋トレやってたんで、まあ、筋トレを継続しつつ摂取カロリーをコントロールして、で、もうお酒をもう一切飲んでない、それだけなんですね。なんで本当に今までのお酒っていうのがね、カニを自分の中でマイナスの様子だったのかなと。今になってね、本当にもうこれ今後もね、お酒もう飲みたいんだけど、もう飲むのが嫌ですね。飲んでもう辛くなっていく自分っていうのがもう想像したくないんで、今後もまあお酒を飲むっていうのはね、もうしたくないかなとは自分の中では思ってますね。それではね、実際に、まあ、体ちょっと見ていきましょうか。ちょっとね、まあ、こんな感じですね。
まあ、こんな感じになります。またね、また半月後のこのちょっと体の変化っていうのがちょっと楽しみ、本当に毎日がなりました。これでまた今後もね、継続して、頑張ってダイエット進んでいきたいと思いますので、またよろしくお願いします。それではさよなら。